社会保険料は保険料による支え合いっていうモラルの点で言うとその通りだったんですね。将来のためにみんなでお金を出し合って支え合っていきましょうっていう。ただ現実見るとこの支え合いだけでは金が足りてないんですね。この考え方はモラルとしては正しいけど平成になってから破綻してるんですよ。社会保障制度できた当時は保険料と国費で回せてたんですね。国費っていうのは税金なんですけど国債は発行しなかったんですね。要は国民が税金払ってそれで社会保険料を回すことができてたわけですと。ところが平成になってから国債発行して社会保険料を回すようになったんですね。消費税はこの社会保険料の目的に使われてるって言われてるんですけどそれを上回るお金国債を投入してるわけなんですと。つまり今の社会保障制度って支え合いのモデルじゃなくて通貨発行で成り立ってるって事実なんですと。この事実認めますか？はいかいいえで答えてください。先ほどもご説明があったわけでありますけれど、答弁がしたわけでありますけれども、社会保障制度、これは相互扶助の考え方、これを基盤といたしまして、給付と負担の見合いで必要な保険料を負担していただくこと、これが基本であると、そういうふうに考えます。しかし、ご指摘のように、低所得の方が多い保険者などに対しましては、負担能力に応じた負担とする観点から、公費を投入しているケース、そういうケースもありますが、保険料を基本とした制度であることには変わりはないと考えます。少子高齢化が進む中におきまして、給付と負担のバランスが引き続き確保されることが重要であって、そのためにも社会保障制度は、保険料を基本とした制度を維持することが重要だと考えております。社会保障制度を維持するために保険料を徴収するのは正しいとは思うんですけど、保険料と税金で全部賄うっていう仕組みができてない。通貨発行を投入しないとダメって状況になってる。それを認めてもらっていいですか？そういうケースが今事実としてあります。それを認めてもらった上で岸田総理は国民の給料を上げていくってアード連発してるんですけど、その一環として所得税減税されたと思うんですね。国民の給料を上げるって方向性は正しいと思うんですけど、そのやり方が間違ってるんですね。国民の手取りの給料を増やそうと思うと一番効くのって所得税減税よりも、一般のサラリーマンって社会保険料が多いんで、ここ減ってくれると助かるって人多いと思うんですよね。保険料払ってるから将来年金や医療保険とか給付もらえるんで、保険料高くても払うのは仕方のないことが諦めちゃってる人多いんですけど、ここの負担が重荷になってるのは事実ですと。給料上がっても保険料が上がっていく状況なんで手取りが増えない。なんで手取りを増やすってことを考えるんだったら、社会保険料の個人負担度を下げると確実に手取りが増えます。これって所得税とか消費税とかは税法なんで、下げるとなると税法を変えないとできないんですけど、社会保険料については通達で簡単にできるんですよね。なんで所得税より簡単で効果が高い社会保険料を下げるって選択しなかったんですか？年金、医療、介護などの給付を行う社会保険制度につきましては、現行制度におきましても所得に応じた保険料の負担を軽減する仕組みが設けられていることはご承知の通りであります。社会保険制度の仕組みにつきましては、このように低所得者の負担に配慮しつつ、相互扶助の考え方を基盤とし、必要な保険料をご負担いただくことを基本とするものであります。ご提案のように、給与の手取りを増やすため、幅広い者を対象に保険料の減免を行うことは、まずもって給付と負担の対応関係を歪めるなど、それぞれの社会保険制度に与える影響が大きいこと、さらに保険者の実務上の負担なども多いことから、慎重な検討が必要であると考えております。なお、社会保険料の減額は法改正は必要ではないというご認識も示されましたけれども、詳細につきましては、社会保険を所掌する厚生省に聞いていただきたいところがございますけれども、例えば、国民年金は法律上保険料の減免の要件を定めており、給与の手取りを増やすために減額について少なくとも通達変更で行うことは難しいような仕組みになっておるかと、その他の制度についても少々いろいろな事情があると思いますので、通達だけで変更することは必ずしも容易ではないのではないかというふうに考えております。社会保険料減税は給付と負担の対応を歪めるということなんですけど、さっきも言ったように国民の保険料と税金で全部賄うっていう仕組みが果たしてて、通貨発行を投入しないとダメって状況になってるんですね。なのに政府は国民の保険料と税金の範囲内で社会保障制度が成り立っている前提で、要は財政均衡論の考えで進めちゃってるんで、政府としては通貨発行、要は国債は将来世代の負担を増やすことになるんで、
これを増やすのはけしからんって考えだと思うんですけど、国債を返すときには新たな国債発行で対応してるって状況なんで、次の世代の負担になってないって財務省は認識してるはずですと。でもって国民の賃金が上がれば問題ないってことをずっと言われてるんですけど、国民の手取り額、特にサラリーマンの手取り額を増やす簡単な方法は社会保険料を減税すればいいだけの話ですよね。お持ちよかったら登録しちゃってください。